はい、はい、始まりました、はい、歌舞伎町 VS 南南ですか。南です。ああ、なるほど。これはね、待ち時間長いのはちょっとごめんだわ、うん、はい。あのこれ多分トムヤ、しかも初めてだと思うけど、このタイムラグが出てからちょっと画面に行くから、だから話すじゃん、はいはい、話してなんかちょっとワンテンポ、ほら分かるかな、この感じ。おお、そうそうそう、それだけちょっと覚えておいてください。了解です、はい、なるほど。そうですよ。いやー、なんなん、なんでスーツ着けるん。いや、やっぱいやいや、遠く歌舞伎町だから気合入りすぎだよ。いや、で何着てったらいいか分かんないし。いや、だってさ、いや、なんか何、阪神のユニフォームと着た方がいいかなって。いやいや、それはバカにしてる。それはバカにしてる。南だしなと思って。いやいや、そうね、どっちも歌舞伎町っていうのは、これはね、一番最初、南を、南、カタカナだけど、南にしたのは、僕の南亮とね、はい、かけてるっていうことで、もう、代表が言ってました。なんか文句あったらもう代表に言ってください。じゃあね、本日よろしくお願いします。いやー、いいね。こんぐらいのサイズ、なんかうちのお店もこんぐらいのサイズなんですね。こんぐらいなの。手がこん、分かりづらいかな。これ、ハーフ缶っていうの。いや、だから携帯これでも初めて、あ、それ分かりやすい。お前の携帯だってもうプラスだからでかくて分からないんじゃん。でも、大体分かるじゃない。6だったらこんぐらいだって言ったら。いや、わかるでしょ。あ、ほら。これぐらいだったらわかる。これぐらいわかる。すごいな。すごい。優しいね、優しい。うん。そう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 。あ、そうだ、髪色変わりましたよ。そっかそっか、1ヶ月ぶりだからね。だいぶもう26になるんで落ち着こうかなと思っても。はい。そうそう。コメントめっちゃ来てくれてるね。嬉しいね。嬉しい。始まる前から500ぐらいコメント来てるからね。すごい。嬉しいわ。うん。500ぐらい。あれあれ。トマさん、大阪ようこそって。はい、ありがとうございます。いや、大阪来ましたよ。でも来たことあるだろう。ありますけど、う約1年前とかでもないか。うん、一度。え、結構前だ。こんな前、すごい前ですね。え、社長と？いや、普通に個人的なやつですね。個人的なやつか。2年前ですね。2年前。2年前です。2年前。多分。すごいな。はい、へえ。大阪俺本当仕事でしか来たことないわ。はいはいはい。だから前なんでシオンがあった時に。働いな研修みたいな、はいはいはい、うん、すごかった。でも研修が夕方ぐらいにこっち着いて、はい、部屋飯して、はい、一部出て合間軽くご飯食べてそのまま二部出てみたいな。昔の一部と二部はなんかもう間はもう1時間ぐらいしかなかったから、はい、そうだから本当に夕方から営業して朝な何時まで営業した全然覚えてない。朝8時とか言わないですよ。朝8時だったっけ。なんか深夜2時から朝8時までとかなんか言ってた。そうそう。でそんでしかも俺らちゃんと出勤しないといけないから、昼手前に帰ってきて昼寝て2時間ぐらい寝てそのまま新幹線で帰ってそのままこっちの一部出るみたいな。それすごいですね。もうタフだったな。なんでそんなことしたんですか。いや社長に聞いてください。社長にそれ意味あったのかな。いやそれはもう社長に聞いてください。あ、それも社長か。トモヤって人痩せやって言われてるね。あ、痩せます。ちょっと痩せたんですよ。いや2キロぐらい2キロぐらい痩せないとね。これねだってなんかさあれなんじゃないの、なんかキックで痩せなきゃいけないみたいななかった。もう月曜に終わったんですよ。あ、終わったんか。でも結局僕は痩せたんですけど相手の人が痩せなくて。マジでそんなんの。もうすごいな。やっぱそんぐらいの階級になってくるとなんか体重に関してはだらしないでしょうね多分ね。余裕オーバーで来たらしいですよ。すごいな。え、じゃあ何、不戦勝ってこと。不戦勝っていうか、まあ、ただの練習試合みたいなもん。あー、そこそこ。へぇー、うん、いや、そうなんだ。めちゃめちゃショックな。いや、まあ、別にいいっすけど、したかったわけじゃないっすよ。あ、そう。1週間前ぐらいに出ろって言われた。あ、だって1週間で何キロ痩せたらいいんだっけ。1週間で約5キロぐらい。1週間で5キロは、しんどい。男でも女でも全然しんどいよな。週間起きるはすごいわ。太るの簡単なのになんで痩せるのが難しいかって話になってくるからな。いや、そうなんですよね。でも、りょうさんは太るの難しいんじゃないですか。あ、でもなんかその何、気をつけてるだけで、多分普通に生活してたらなんか太る気するけどな。太ります。え、太るんじゃわかんないけど。なんか腹とか出そうだけどね。だってなんかさ、ご飯食べるにも炭水化物抜いたりとか、地味に、
なんか特茶飲んだりとか、体重も減らすやつ飲む必要ないでしょ。え、いやだからそういう地味なねあれが多分効いてこの感じになってる。ああなるほどね。はいはい、そうそう、多分な、分かんないけど。なるほど。じゃあ俺も特茶飲もう、うん、あでも大きい人好きって言われて、いやこういう意見があるからもうこいつはこのままなんですよ。そうなんですね。大体言われること多いですもん、大きい人好きって。だからそうなってるからそうなるんでしょって。いやいやいや、そうなってるからじゃない、それに合わせてるっていう。ああ、ホストしてると本当に合わせてるんですよ。だから頑張って投資して、自分に投資して、その大きい人が好きっていうニーズに合わせてるんです僕は。でも確かに昔は痩せてたわ、なんかシュッとしてたもんな。シュッとしてましたね。俺ね、2年ぐらい中抜けで他のところで働いてたから、気づいたらもう一番変化してたもんな。そうっすね。めっちゃ太ってましたね。びっくりしたって。もう増える一方で、うん、やばいよ。徐々になんかほら大きくてもから少しふっくらでもちょっとなんか徐々になんか意見がほらブレてきてる。ブレてきてるっすね。確かに。いいねいいね。青いステーションのタイムラインがオバショットみたいじゃないな。変なあげた。え、タイムラインがオバショットみたい。え、僕あれじゃないですか、青いステーションのタイムラインがオバショットみたい。あれ、あああの何、あのオフ動画なんですかな。あれ俺が開けたやつかな。いや分かんないです。なんだろうな、どんなんやろ。多分ってことは俺かトーマやなってことだ。違う子が見てくれてるんかな。うん、分かんないけど、まあまあまあ、これなんすかね。ああえ、これ分かんない。これどうなんだ、全然分かんないけど。よいしょ。昔のギャルの写真ブログで見てあって。昔のギャルの写真あったんすか。どこの、いや書いてあるよ、ギャル王の写真。なかなかないと思うんですけどね。まあ、確かにね、ギャル王だったっすからね、僕ね。ギャル王だったな。ああ、ギャル王で何も喋らなかったからな、最初。そうっすね。全然しゃ、あれのグループも出たって、すごい、チェックしてくれる人がいる。してる人はしてるんですね。お酒で太るのって言われてますよ。お酒で太んなくない。いや、まあ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 、太らない。まあまあまあ、どうだろうな。だからお酒を飲みながら、例えばラーメンとかさ食べるじゃん。お酒、いやラーメン食べないですよ僕。ええ、絶対食べるじゃん。いや食べないです、食べないです。いや食べないよ。じゃあ一緒に飲んでて、うん、じゃあ締めにラーメン食べて帰りましょうって言ったことないでしょ。2回ぐらいあるよ。いや自分が言ってたじゃないですか。自分が言ってて、いや無理無理、まだラーメン早いって。だってさ、ラーメン先輩が言ってんのにラーメン早いって答える後輩ってどうなんすね。でラーメン行ってまた飲み連れてかれるって。そうだよマジで、最悪だったの。 4,5 年ぐらい前マジで。そうっすね。後輩に本当振り回されたなんて生まれて初めてだからな。あの時でもすごかったね、めっちゃ飲んだ。すごかったっすね。あの時めっちゃ飲んだ。そういう日にかけて出勤早いし。4時から出勤になるのに昼過ぎまで飲んでましたもんね。わけわからないよな。頭おかしいと思う。そうだね。いやいやいや、お酒、ほかの俺お酒は太んないと思うけど、お酒と炭水化物を取るとなんかその炭水化物の吸収をお酒のあれで早くなるから太りやすいって言うけど、だ言ったらうちのほら旬とかさ、タクヤとかもお腹出てるじゃんって言ったら、あいつらご飯食べるじゃんなんか、それでだと思うよ。普通、まあ普通にっていうの感覚、普通の感覚もまた難しいからね。僕はお酒しか飲まないんで、まあそんな出ないです。確かに。チャックって言ってさっき噛んだのバレてるし。いや、さすがっすね。さすがっすね。リスナーさんさすがっすね。俺絶対今誰も突っ込まないからいけるかなと思ったらもうバレたな。僕なんか何言ってんのかな。これ一番辛いからやめて。突っ込むんや、そしたらもう。オバショット、あ、お店のブログに載ってるよ、ギャル。オバショット、そういうのオバショットって言うんだって。あ、オーバーショットじゃなくて。そういうことに。それで撮ってるからじゃない。そのオーバーじゃないの。わかんないけど。わかんない。難しいですね、最近の言葉は。確かに難しいよ。略語とかもいっぱいあったもんね、なんかね。今だってさ、なんかもう、あれなんだっけ。マジで、M、マジでやばい5秒前みたいなのあった。あ、マジでこいつ、あ、MK5 みたいなの分かんないでしょ。なんかそんなありました、ね。広末涼子のほら。
マジで恋する、マジで恋する5秒前ですよね、確か。あ、そうなの。そういうのあったよ。夏メロだよ、夏メロ。へ、うん、そうそうそう。でも曲全然知らないわ。今日、今日カラオケないからね。カラオケないから助かったと思ってね。これあの、まあまあまあ、昨日営業終わりぐらいに、明日どうなんですかって、あ、まあこういう、こういう感じだみたいな。カラオケあるんですかみたいな言ってたから、いつも青いステーションカラオケ歌ってるからね。もうそれに関してだけ良かったって、本当に今まで見たことない人間味あふれる顔してたからね、多分ね。厳しいんだよね、やっぱ歌に関してはね、みんな。厳しくないでしょ。でも暑かったけど、スタジオ暑いな。絶対外出たら、外出たら絶対寒いぞ。超寒いっす。だからもう今のうちに脱いでた方がいいよ。いやいや、脱ぎたくはないですよ、別に。いや、だからこれ脱いで、わかりますね。脱いで今寒いってなるじゃん。はい。脱いで寒いってなって、で、しかも何、何まあまあ脱いで寒いけど、外出たらもっと寒くなるから、外出て寒い、じゃあジャケット着ようか、あったか、みたいなさ。今からこの状態で言ったら、もうすでにもう寒いでさ、あの、温暖能力がないわけじゃん、わかる？そうかな。何言ってんのか分からなかったと思って。何を言ってるのかも分からなかったし、ね、意味合いも何言ってんのか分からへんかったし。出たら寒いでしょ。寒いですね。でもさ、上着を着たらさ、はい、もう寒いのままでもなんか何もないわけ、はい、でこの状態で出ます、はい、寒いけど、あ、上着あるわ、上着着て、はい、あ、まだ大丈夫やっていうさ。でもそれ一瞬だけじゃん。いやいやいや、でもあるじゃん。そう、今日調子悪いなぁ。調子悪いですね。なんか悪いですね。今日調子悪い。大阪合わないんじゃない？大阪合わないから。いい、まあもっと南行って福岡とか行くしかない。俺も卒業しようかな、じゃあもう。まあ確かにね、6回目なんでね、放送がね。あ、6回目ですか。やっと半年経ちました、半年。どうだったんですか、6回。6回、あ、今が6回だから、そうそう、あ、UFO、これ UFO で UFO。UFO ね。おぉ。このもらえがね、UFO。へぇー。ここら辺が出るか。これ裏が、後ろがね、これオレンジになって可愛いです、これ。オレンジ。へぇー。建造パリス、建造。へぇー。可愛いなぁ。おぉ。うん。すごい。ご機嫌斜めくんって聞く。ご機嫌斜めじゃないよ、全然普通ですよ。あ、時間変わったわ。あ、だからかな、なんかめっちゃ待たせるやんみたいなのあった。あ、そういうことですか。でも30分前からですよね、これが解説された。あ、そうですよね。あ、そう、30分、あ、でも、あ、あれだわ、前回かな、前々回かな、いっちゃん最初から出た。1時間半出たら、俺と代表最終的に何も話すことなくて。なんか聞きましたよ、なんか。大変だった。青いステーションより、なんか、こっちはすごいまったりしてて、あ、そう。代表のあの感じで、うん、なんか終わるっていう。うん、いや、でも前、その前回の放送が、あの、伝説の放送だったらしいですね。初めて2000公演の時から。なかなかこれやってると難しいですよね、2000は、うん。あっちでもね、なかなか2000越すことないからね。うん、うん、どうなんかね、まだまあ、なんて言ったらいいかな、わからんけど、上司だからやっぱね、うん、気使う部分があったんじゃないかなったらな。まあまあ、俺は感覚的には気使ってないけど、やっぱもう俺真面目だから言ったらな、そういうところがあるんかな。気使いすぎやと。あ、コメント来てた。それはこれどっちどっち。いや、わかんないですけど、そのずっと言われてた、ね、新幹線からもうその状態だったわけですからね。新幹線の乗りましたから、もう合流してからも。いやいや、それでも仕事のほら話だ、ね。なるほど、ね。あいつが飲み悩んでるんですけど、どうすればいいですかとか、ね、その話や。で、あとは大体もう二日酔いがひどすぎて、なんかもう、寝ようと思って。だって寝ないと多分普通仕事絶対できないぜ、マジで。まあそうっすね。うん、まあ。大阪で遊ぼうよ。大阪の、遊ぼう遊ぼう。いいよ。大阪ってどうなんだろう。大阪で何がおすすめなんですかね、これはね。いや、大阪ね、全然わかんないわ、なんか。うん。いや、どれも、なんかさっき、そうか、匠来てた、匠。言ってましたね、なんかね。匠が来てて、匠が、今日とりあえず匠がしたいことをやって、はいはい、もう大体定番好きだから、カニ道楽の前と、あの、グリコの前と、あの、はいはい、飲みし、え？
やいやいやいや。ノンフィクションが一番最初始まるあのさ、道頓堀のこの橋の上だけど、あ、はい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 、このところでも写真撮って、あいつめっちゃ好きだ。匠は何してるか分からないよ。今なんかどっかだ、どっかいるんじゃん。どっかいるでしょうね。だから、バーかなんかで飲んでるんじゃん、バーで。匠がいれば、あの俺らも無敵っすよ。うん、無敵って言うんだよ。グイ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 言われてるぞ、グイ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 言われてる。グイグイとかやっぱ、うん、なんか大阪来たらちょっと違うんかなと思う。グイグイじゃないから。それ全部もないよ。ゲイゲイとかそんな感じから。いやいや全然思わないから飲んだほうがいい。そうそう、南のホスクラ面白いよ。なんかノリが違うよね、なんかね、ノリが。あ、そうなんすか。ノリがっていうか、なんだろうかな、もうみんななんかほら、もう結構喋るし、突っ込むしみたいなあれがあるからさ、あっちの感じはやっぱ全然違うよね。やっぱ歌舞伎町はね、そうだよ、うん、どんな感じなんすか。歌舞伎町はもう、あのオレンジジュース飲んで、あの、私服で営業してるから、もう。もう飲んだ。いや飲めるでしょ。早っ。これ飲めなかったら普段何の仕事してるんですかって話が。寝ようって。なるほどね。なんで今日じゃ飲んでなかったの今日一日。え、今日だって東京で、焼肉行って、うん、わ、焼肉いいな。ビール飲んで、ワイン飲んで、そで、焼酎飲んで、でも新幹線で来るときは、まあ水にしたんですけど、でも、まあそんなんすよ。新幹線来るとき水にしたん、それはなんか違うわ、なんか。何が違うんすか。新幹線だからビール飲んできたもんだって。だから噛むんですよ。ちょっと、やっぱりモチベーション、やっぱ収録前やから。いやいや、でも2時間ちょいぐらいかかるじゃん。はいはい、1缶しか飲んでない。いただきます。それもこのサイズじゃないですか。このサイズではないこのサイズだよな。これもう一個分ぐらいだよ。このサイズって逆に心配するだろう。いやー、大変だね。ほんと、でもこれグイグイサイズっすよね。グイグイサイズじゃないでしょ。あとこれ何リットルあるんだって。何リットルはないでしょ。250ml。普通の缶ってどんぐらい ?300 ちょいぐらい。350ですね。ロングで500ぐらいだな。ロング500ですね。あ、じゃあそれはなんか俺なんか、これしんどい気するわ、なんか。ん?しんどくないでしょ。いや、余裕でしょ。匠はね、あの、お酒買ってきてるから一瞬だけ出るかもね、一瞬だけ。匠はね、うん、うちの、葵の、やっぱ、マネージャーですからね。うん。いろんなもの管理してるから、もう、大蔵省って呼んでもいいぐらい。お?ほら、高級ボトル。これ、あれ、これ BGM どうなってるんですか?あ、優先なんですか?これ、これうちの店で高級ボトルが降りるときに流れるんですよ。ちょっびっくりした。もうこの感、哲也出てくるんじゃん。ああ、それ出た。ああ、知ってる人いる。でもね、ラーセンだけじゃないからね。まあ高級ボトルで、ラーセン、まあ見てる中で知ってる人の方が大半かもしれないけど、ラーセン出てくるのに、タイタニックで船沈むやつの曲を流して、うん、誰か言ってたね。はい、それでもなんか違うじゃん。俺タイタニック一回も見たことないけど。ないっすか?ない。やばそれやばいっすよ。いやなんかさ、映画でじゃあこれ絶対見てる人ってやつ言って。何個か。適当で言う。アルマゲドン。見たことない。スターウォーズ。見たことない。じゃあ、なんやろ。みんななんかないっすかね。いや俺だって多分大体見たことないぜ。だって俺最近見た映画って言ったら、俺永遠のゼロだからね、言ったら。しかもゆいやと二人で。なんですか?いやなんかノリで。映画見に行ったんですか?二人で永遠の、男二人で永遠のゼロ見に行った。2、3年くらい前か。いや、あ、そうか。確かに日本映画、俺、洋画見たことあるから。洋画ないですか?洋画何やったかな?大体、なんかホワイトハウスダウン。あれを見たんすか、うん、あれですよね。あれ一人で見た。一人ですか。え、いやなんか、その時映画無償に見たくて。なんか戦争のやつですよね。戦争の。あ、ラストサムライ見たことある。あー。シャーシャンクは見たことないな。ジュラシックパークも見たことないな。あ、シャーシャンク見たっすよ、僕。シャーシャンクって何なの?え、あ、ショーか。あ、そうそう。ショーシャンク。僕、グアムかなんかに行く時に、飛行機暇だったから。あー、なんか見てたじゃないですか。
あれ社長が横にいて、こっちに代表がいて、もう最悪やな、お前。見てて、バサーンってやられて、ビール飲むぞっ て, 言って。やられるだろ。やられるだろ。いや、どっちにしたら飲むぞって話じゃなかったんですけど、あ、そうなんか、なんかどうせ暇やんなると思ったんですよ。なるほどね。今書いてある「ターミネーター」「ワイルド・スピード」「グリーン・マイル」「E.T.」「ホーム・アローン」全部見たことありません。え、ホーム・アローンないんすか。ありません。へえ、全部名前は聞いたことあるわ。名前はミスター・ビーも見たことない。うん、ホントないぜ。それやばい。酒持ってこい、酒持ってこい。あのウォッカ買ってくる。最悪最悪。今日寒いからってカーってくる。もう缶がね、このあとこれあとこれラストでね1本なくなるんで、多分今日の放送ではなくなるかと思って、お酒あのぜひ青いステーション送って、青いステーションじゃないわ、鹿児島ベースミナム送ってください。よろしくください。酒をよこせ。もうじゃあ一瞬映っていいよ。あ、宣伝してくれたらありがとう。何ですか。あ、いや、宣伝。いいね。A ちゃん、ありがとう、A ちゃん。ビールよりこっちが、俺は嬉しいかな。絶対、だからそんなやってなかったじゃん。ナイトミュージアムもアダマスファミリーも見たことありません。グラスホッパー最近のでしょ。ダイハードも見たことない。あれ、バックトゥーザフューチャーも見たことない。あれ、パイレーツ・オブ・カリビアン。ない。もう、ともやるや、スターガイズのスタジオの方の方がびっくりしたから。いい言うてるから。マジっすか。全然見たことないわ。それやばいっすよ。やばいかな。UFO なら来てる場合じゃないか、これ。はい、そんな買う暇あるんやったら、もう映画見てください。あ、すいません。時間がほら。いや、でもなんかこう、あるじゃないですか。ちょっとじゃあ一巻分だけ映ったらやん。あたかもちょっとあれやわ。いいあの、スインパで。あ、そうそうそう、そこで抜いてやってや。いや、たくみ、せっかくね、大阪いるんで、ちょっとだけね。うちの金持ち。うちの金持ち。持ってこい、お酒持ってこい。うちの、はい、マネージャー昇格しました。たくみでーす。イェーイ。まあ、一番なんでいるんってやつがね。俺らなんて仕事できてるのに、こいつなんて遊びできてるだけやから、マジで。遊んでまーす。最悪だよ、マジで。ほんと最悪だよ。羨ましいよ。ほんとだよ、マジで。しかもさ、遊びで来るやん。待ち合わせしたんさ。はい、1時間遅刻してきやがったから、ね。マジですか。待ち合わせ時間に、あ、すいません、今起きました。30分で着くんでってやれて、はい、1時間。匠結構遅刻率高いですからね。すごいよ。だってさ、夕方だぜ。昼間だったら100歩譲ってさ。張り切りすぎて、慣れへんかったんすね。内勤じゃん。何で張り切んだよ。何でもいいや。初大阪なんだよ。内勤なのに酒も飲まんと、なんで夕方遅刻すんねん。びっくりするよ。さあ、罰金やん、罰金。罰金好き。罰金。今日、匠なんかいっぱい奢ってもらおう。たくみなんて大阪でグリコの写真しか撮ってないよ。これね、これ。グリコの前で今日寝るっすよ。グリコの前で寝て、大阪でのたこ焼き食べて、はい、なんかその大阪の定番シリーズの行ったわけさ、なんかさ、行きたい言うから。たこ焼きはね、僕も食べたいっす。あ、そう。たこ焼き食べたら、あと俺もう帰って寝ます。うん、ビリケン。確かに。ビリケン怒るだろ。何すかビリケン。ビリケンサイズ。あ、すいません。ホリケンサイズでした、これ。しかも俺がそれ言ったかった。たかみさん話してて来てるよ。ビリケンは知らなかったです、僕は。僕も知らないです。うん、お、いや、特別ゲスト。ジャンから?あ、マネージャーになりましたね。ジャンからはカラオケっしょ?違う?マネージャーに。あ、サブなしじゃなくて、はい。サブなし。そう、ほら、足の裏だと良くなるやつさ。触ってないし。いや、だってあれはだってなんか、募金するのとか、募金するのあれ本物じゃないですか。いや、本物だと思うけど、いや本物とか偽物とか多分ねえから。匠あれやで、LINE はあかんで。LINE はあかん。多分絶対俺ら匠に来る回数のは、僕に送って
いや絶対ダメ、それこそ怒られるわ。匠はね、なんか店で結構モテるんですよね。いやでもなんか、いやでも普通に男前だと思うし、いやいやいや、でもまあ確かにいやいやなんだけど、もう1時間寝坊するしね、1時間寝坊するし、お酒めっちゃ弱いし、めっちゃ弱い、最悪だぜこいつ。だってこの間のバースデー死んでたし、最悪だよ。俺基本的に人のこと悪く言わないけど、こいつだけはめちゃめちゃ最悪だ。だってさ、六本木とかで大体去年ぐらいまで六本木で結構飲むことがあって、はい、で大体一緒に行ってたんですか、はいはいはい、ベロベロになったら六本木の交差点でこいつ、いつもリュック持ってるから、リュックを枕にしていつも寝るからな。あのね、ヒョウ柄の独特のね、あれで。で、もう起きないから、もう叩き起こして、もうタクシー突っ込んで、で、電話来て、何してるんすかって言われて、いやいや、お前さっき書いたんじゃないの僕なんか今ラーメン食べてる。気がついたら新宿で一人でラーメン食べてる。あ、そうやなって。バースで寝ちゃってましたよね。いや、まあ最後まで行って、営業が終わったら、あれです。うん。はい。鏡さんは LINE できませんよ。お店の内勤なんでね。もうそう。求人用の、あれにね。求人用の子を、男の子を紹介してください。うん。鏡さんと連絡取りたかった。うん。男の子を紹介してくれたら、鏡さんと連絡が取れるかも。うん。かも。取れません。取れません。で、僕がサーフィンするのってあるからね。うん。僕サーフィンしますよ。うん、おいいね、いいね。あ、葵にちゃんといるのに最近みなりばっかりごめんなさい。なぬ何誰やそいつ。全然仕事できてへんな。多分俺のじゃないかな。俺お客さんいっぱいいるから。俺やったらごめん。帰ってきて。俺はあかんっすね。あ、僕ら後輩の心配してる場合じゃないっすか。自分が頑張らんと。そっか、頑張るわ。戻してください。南から、ね。頑張るわ。いいね。そう、あ、ボードは俺多分めちゃめちゃうまいっすよ。ボードめっちゃうまい。めっちゃうまい。うん、飛ぶしね。飛ぶ。俺もサーフィンで飛ぶしね。うん、確かにサーフィンだね。だから、サーフィンとやっぱボードってやっぱ全然違うよね、やったらね。どっちもできたらすげえかっこいいと思うけど、サーフィンできるけどボードあんまできないじゃん。いや、できますよ。絶対いや、2回目でも普通にできるようになりましたから。確かに。じゃあもうほら、社長が、来年行こうとすればちょっと。ボードっすか。やってもいいっすけど、あ、これ話長くなるけど、短めボードは、ただの傾斜を、まあ、バランスで取れれば勝手に滑るじゃん。確かに。で、ジャンプも、もうなんかこうなって、それピューンって飛ぶのがいいだけで。もうめちゃめちゃ簡単に言うやんけ、お前。で、だってなんかこの、飛ぶときに、確かに。バッちょっと、膝のクッション使って、着地に膝使ってだけじゃないですか、単純に言えば。サーフィンは、まず波に乗るまでが大変ですからね。いや、でも確かにあれめちゃめちゃ難しいよ。これしんどいもん、これ。それ。これしんどいわ。それが大変なんですよ。ね、で今日も本当はね、行こうって言われてたんですよ。うん。いや、行かへんくてよかったわ、ほんとこんな寒い日で。どうするわと思って。だって、俺も初めてサーフィン誘われて行ったの2月だよ。心折れそうになった、そんなの。その後ね、社長が誘っていただいてるんで、やっぱ社長と行きます、多分ね。はいはい。鎖骨折ってもう1年はまだ経ってないんだ。どうなんかな、思うんだけど。鎖骨折ってからね。りょうさん、セグウェイはって、セグウェイはやらないっすよ。セグウェイ。セグウェイ、いやなんか、セグウェイ最近みんな乗ってるっしょ、なんか。あれね。歌舞伎町を歩いてるだけで3人、だから、はい、南でも歌舞伎町じゃないわ。南でも何、そのセグウェイ乗ってる人とかいるんかな、わからないけど。どうなんすかね。見た感じいなかったですね。あ、確かに見た感じいなかったな。セグウェイ乗るスペースないんじゃないですか。確かになんかね、タクシーとか来られたらちょっと、幅がないっていう。だってなんか密集してるもんね、なんかね。でもなんか俺、緑の街並みの方が好きだけど、なんか。東京ってさ、なんか何でもあるけど、なんかいちいちどっか行かないとさ、言ったらじゃあ新宿だったらの、新宿六本木飲み屋、渋谷、はいはい、渋谷六本木クラブとかなんかちょっとおしゃれなとこ行ったら、はいはい、青山表参道とか恵比寿とかさ、はいはいはい、なんか遠いじゃん、一個一個が。なんか全部まとまってる感じにしかもみんなワイワイしてて好きだけどね。こっちですか？そうそう。やっぱでも歌舞伎町としてはやっぱり歌舞伎町っていうか東京的にやっぱいろんなとこあるっていう。あ、一箇所じゃないよ、東京絶対来た方がいいよ。やっぱ
バーサスっていうぐらいだから意見食い違わせてからこっちの方が完全に南に歌舞伎町が来たからそうそうそう今度南の肩を持っていこうかなと。ああなるほど。そうそう大大大大そう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 社長専務代表で見てます頑張ってねなんで匠いてんのって言われても絶対社長じゃないいてんの、うん、そうだよ、うん、これは絶対社長ですね、はい、うん、匠は完全に自腹で来ました、うん、はい自腹で自腹でね、うん、と思いきやいやいやと思いきやで全部経費打った時バレるから一人分多いんだよね、うん、なるからなるからあ確かに今日はだってほら社長専務代表なんかね社長のね誕生日のそう社長からもねわざわざお忙しいのに LINE をいただいてねああそうなんですかいや全体キャッチあれ最低だよ違う違うそれは見ましたよ最低だわお前じゃあ両主任に直接来たのかなと思ってねあいやいや僕なんでも全然大したことしてないんだよだからああなるほど、ね、もう参加だとあれなんで急にみんななんかこういう風になるんだよ見たらあの3人が見てるって言ったらあんまやべえこと言えねえなっていやいや全然全然全然コメント数と出場者取れたら大丈夫からあなるほどじゃあもういいんじゃないですかいや僕らも潰れないんで大丈夫ですもん潰れないんで代々木で、代々木上原で飲んでまーすから、この顔持ち代表ですね。あー。あるね。おぉ。代々木上原ね。ウィーってわからない。なんかあるじゃん、その代表よくこんなの使うじゃん。なるほど、はいはいはい。いつもの。うん、いつもの。はいはいはい。そうそうそう。いいね。そうっすね。もう、この3人が見てたからもう。言葉が増える。全然普通でいいけど、別に。でもなんか社長とか代表とかチェックしてくれてるからね、専務とかね。ああ、なるほどね。いいね来ますからね。ああ、はい。いいねね。いいねね、うん。してくれるね、確かに。ラインのスタンプ。すごい。あ、ワングライダー。番組どうだいまして。うん。りょうたさん、カムバ。りょう、代表はちょっとね、なかなか難しいんでね、言ったらね。りょうたさん、カムバック。代表は難しい。りょうたさん、カムバック。りょうたさん。あ、りょうたさん、カムバック。今から、ヨギウヘアから来たら、7時か8時ぐらいに来るとつくはず。で、約タクシーで20万ぐらいかかるらしい。絶対言うよ、それだけは絶対そう。本当らしいっすよ、これ。東京からこっちまで。20万。だいたい20万ぐらい行くぞ。絶対言うっそ。いや、本当に。だって東京、新宿から神奈川まで多分2、3万ぐらいで行かれるよ。本当？でも新宿から神奈川いや、そんな遠くないはずっすよ。20万って全然話を聞きましたよ。なんかタクシーの運転手が言ってましたよ。なんか深夜に。どこのタクシーの運転手が新宿の駅のロータリーをふらふら回ってたら、女の子が泣きながらタクシーに入ってきて、なんか夜行バス逃したらしいですよ。で、親に電話かかってもらって、もう今日どうしても返してほしいね、みたいなで、大丈夫ですかって。お金かかりますけど大丈夫ですかって言ったら、あ、はい、わかりましたって20万ぐらい行ったみたいな話をやってます。え、まあ、この運転手悪い奴だから遠回りしたかもしれないですけど。絶対で、全然払えませんってなって、なんか多分変なことやろうとしてるんで絶対違いない。それはない、それはないわ。なんでそれはない出てんなら喋れやでも現役じゃないっすから、ね、いいよ。はい、じゃあいいよ、見てていいよ。特等席。いいね、いいね。じゃあ、そうですね、もう半分ぐらい行ったんで、一発 CM の方行っておきますか。はい。はい、じゃあね。ありがとうございました。ありがとうございました。そうそう。じゃあね、匠の代表とともに、CM の方行きたいと思います。CM の方どうぞ。いや全然普通ぐらいじゃない。あ、静岡まで10万。ほら本当に静岡ってでもさ、なんかちょっと遠いじゃん。なんか遠くないですよ。絶対遠い。遠くないですよ。絶対遠い。だって静岡、名古屋の手前ですよ。静岡名古屋の手前。はい。だって言ったらこっち側ってこと？東京
神奈川、静岡ですよ。東京子だろ。はい。神奈川ここら辺。はい。でその次静岡ですよ。うち？はい。で長ここら辺。まあ、なんかそんな辺感じです。ああ、それやったらじゃなんか遠い気するな。はい。すごいな、地理詳しいな。いやいやいや。どこの学校卒業してると思う？え？どこの学校卒業してると思う？山形の田舎の学校やろ。山形城北高等学校で、知らねえ。スポーツ推薦で入って、マジで？半年でスポーツ辞めて、授業料普通に払わなきゃいけないから高くて、親に文句言われて、でもちゃんと行ったっていう。すげえな。でも、なんでスポーツなんてやってたっけ？スポーツバレーボールやってて、あ、バレーかや、言ってたわ、そうそう、バレーか。そうそう。で、なんか入ったけども、ちょっと現実とあれが違うな。スポーツはしたかったけど遊びたかったっていう。でも難しいよな、うん、どっちが優先かなって。やっぱ高校生活一度切り出したなと思って。確かに。そうスポーツじゃないかと思いましたね。なるほどね。いや高校生活とかもう部活とバイトしかしてなかったわ。部活なんか、あ、バイトとか、うん、バイトと部活。あ、部活やってたんですか？部活は軽音楽部で。おお。軽音楽部部長と生徒会副会長やってたから。マジっすか。で、その学校やばいっすね。その学校やばい。で、担任と二者面で会った時に、あの、フリーターになりなさいって。生徒会副会長、それでできるってすごいっすね。まあでも成績関係ないっすもんね。先生、なんでなんかバカ設定やなんか。いやいや、だってさっきの、だって、東京、神奈川、静岡かわかんないじゃん。他のやつができるかもしれないんじゃったら。あ、なるほどね。体育とかな。はいはい。体育できる。体育。そういや、全然できますよ。契約部じゃ、契約部。ともやさん、次いつサーフィン行くの？一応、2日ぐらいに行こうかなと思って。うん。2日。サーフィン。うん。行きましょう。あ、ちょっと。行きましょう。2日だけはちょっと。なんすか？ 2 日だけはちょっとケーキ俺作んないといけない。ケーキ。うん、あの、あれ、海沿いで作ったらいいじゃない。海鮮ケーキみたいな。生クリームとあの、ちゃんとあの撮影してもらうからね、ケーキ撮ってもらうから。いいじゃないですか。ダメだよ。いいじゃないですか、ダメ。何のケーキ、なんか似顔絵のケーキって言われてるけど、似顔絵ですか。誰の似顔絵か全然わかんないけど。ケーキで。そうですよ。まあでもケーキのシーズンですかね、あと半月。ぐらいしたらもうクリスマスで、うん、まあ俺が一から作るわけでデコレーションだけするだけで。あ、そうなんですか。そう、デコレーション。じゃあ30分か1時間ぐらいの放送するらしくて、そっからケーキ作るってなったら焼いたりとかして難しいでしょ。ったいや、まあまあまあそうっすけど、でもそれでも誰が食べるんですか。いや誰が食べるのか分かんないけど、だからそんなさ、こと細かいったらなんかちょっとあれになるじゃん。あ、なんかそのゲストがいて、あ、そうそう、りょうさんが作って。歌舞伎町の夜のケーキ屋さんっていうお店があって、はいはいはい、の、YouTube のコラボで、歌舞伎町のあの、厳選されたイケメン5名が出れるっていうね。なるほど。選んでもらいましたよ。で、その中の一人がどうしてももうケーキだけは無理ってなって、で、なんかどうしようってなって、たまたま、あの、青いステーションがあって、俺が開けて、あーって言われて、りょうさんみたいになるかい。ちゃんと連絡来たわ。あ、そうなんですか。おー、すごいっすね。ちゃんと連絡来た。歌舞伎町の5人の中の人に選ばれたわけですね。そうですよ。もう、ぼちぼち。五天皇の。五天皇じゃ、五天皇の人。完全おまけじゃねえか。そしたらもう多分、主には5人中4人はセグウェイ乗ってますよ。だいたい歌舞伎町のなんかそういうトップな感じの人は。俺あのその後の4人は知らないけど、1人は乗ってる。乗ってる。3台持ってるって。すげえ。セグウェイ3台持ってる。何に使うんすかね、そんなね。いや、某ね、某 S さん、S さん。S ユイさんがね。3台ですか。S ユイさん。あれですか。じゃあもう片足持ってるってこと。違う。なんかあの色があるからいっぱい。ファッションに合わせてセグウェイも合わせるって。セグウェイね、なんかもういや今ね乗りたくないねなんかね。うんうん、みんななんか流行りに乗る感があってなんか嫌ね。だからね、やっぱみんなあのなんすかね、バイクにします。バイクにする？ブンブンするか、ハーレーか、あの代表が言ってたあの、こういう、これのチャイム。なんだっけ、これ。でもこれ、でも分かんなかった。でも大体が女の子だから、見てる人、いるんかな。うん。まあ、どうなん
かその、なんすかあれ。何のやつ？チャリのやつ。チャリ、なんつう自転車。いや、何のチャリだっけわかんないの。なんか、こういうチャリね。そうそうそう。なんだっけな。なんて言うんだろうな、あれ。うん、上、なんか、何すかね。じゃあ、この話やめよう。やめよう。お互いわかんないって話になるからね。セグウェイね、セグウェイもいっぱいあるからな。最近だって何が流行ってんのかね、やったらね。何なんだろうな。最近何が、その歌舞伎町ですか。歌舞伎町っていうか、もう全体的に。だってセグウェイとかもだってもうなんか、ね、もうのセグウェイ乗ってる俺想像したら笑ってきたって、なんかどういうこと。でもセグウェイは二輪車じゃないですか。うん。一輪車のやつあるじゃないですか。あ、知ってる。うん。でもあれ多分セグウェイいくらぐらいですか。10万ぐらいですか、あれ。いや、これ俺セグウェイの値段わかんないけど。セグウェイでも、まあいくらかわかんないですけど、一輪車のやつは20万ぐらいするんですよ。高い、一輪車も高いの。すげえな。ここの、これが車輪だとしたら、こことここにこう足を入れて、こう、体全体でこう曲がるみたいな。ああ、これ、で、しかもさ、なんかさ、あれ片足とかでも全然乗れるんだろ。あ、そうなの？片足重心かけてなんか来る、なんだっけ、中国かなんかかな。なんかもう今すげえ、何そのコンピューター技術みたいなの進化してて、なんか何か作るんだ、例えばさ、なんか言ったらじゃ今工場でやってるような、はあ、こういう仕草あるやったら、じゃあ言ったら納豆巻きの海苔を入れるみたいな。もうだんだん話が分からへんから。だ弁当の蓋を閉める役、はい、なんか卵を入れる役とかいっぱいあるじゃん。それをコンピューターに全部埋め込んで、もう全部コンピューターだけで、そのじゃあ卵、はいはい、じゃあご飯、じゃあパック閉めるとかを全部できるらしいから、それすごいよね、やったらな。なるほどね。全部だ、もう、そうだ、2020年ぐらいにはもう機械になって、もう人間いなくなるんじゃないかなぐらいのね。人間はいなくならへん、うん、だ言ったらホストクラブも全部あの機械が全部やって、もう俺ら仕事することなくなるんじゃないかなぐらいのね。じゃあどうします。次何します。ファミリーマートで働こうかな、まずファミリーマート。あ、でもそれもいなくなるか。はい、うん、じゃあもうオチ考えてなかったっすね、今ね。今ノリと勢いで喋ってて本当に今何も考えてなかった。なるほど。ああ、まだ、こんな放送でもなかなかね、あの、宣伝してくれてますね。宣伝してくれてますね。いいね、いいね。いい感じですね。いいね。面白いのでおすすめですって言われてるで。おぉ、嬉しいね。おぉ、すごい。AY さんね、AY さん。うん。いいね、いいね。矢沢さん。うん。矢沢駅さん。矢沢駅さん？どうしたんですか。何笑いですか。いやいや、なんでもないよ。いやあれじゃないですか。え、もう12時。ハンマーで、ハンマーで。あ、ハンマーですか。ハンマーですよ。え、え、そうなんですか。分かんない。ハンマーですか。1時ハンマーですか。いや、1時まで。1時まで。ああ、びっくりする。そうですよね。いや、30分前倒しで来てるからね。はいはいはい。そう。あ、なるほどなるほど。ありますよ。あ、中国のコール何だったっけ。え、中国の何ですか。いや、なんかブログで書いたんだけどね。こう なんちゃら雑ギターみたいなやつや。女子12学部。懐かしい。懐かしいですよね。懐かしい。僕が中学校ぐらいの時流行ったんですよ、多分。うわ、俺高校生だったわ。あ、いや、ここで何個違うんだっけ。ここで、今年6ですか。俺今年6。2っすね。2つぐらい。え、今年 2？ はい。4つじゃん、4つ。いや、今年 4っすよ、僕。今年は、そういうことか。びっくりした。2つか。はい。すごいな、なんかな。年齢ってすごいな。だって今なんてもうすごい若い子たくさん入ってくるからね、うん、ですかね、最近若い、あ、まあ若い、うん。でもね、やっぱ若いですね。僕入店した頃なんか、入店して、約3年間、4年間ぐらいは、うん、僕より若い子、まず入ってこなかったですからね。あ、確かに。だって行ったら、めっちゃ若かったじゃん、言ったら。あ、俺もだって18、9ぐらいで、一応若い若い言われて、最近26って言われたら、あーって言われるからね。あそうだよな。あ、うち今未成年いないね。未成年いないっすね。うん、確かに。だから、誰よ。レンジが一番若いんじゃん。二十歳になったら、今年二十歳なんですよ。二十歳。でも、レンジそら一緒じゃないですか。いや、ね、空の方が21だから1個目なの。あ、そうなんですか。そう。未成年いないな。トミヤはいくつからホストだったの。18歳っすね。18、あ、確かに。え、でも19年のやつよ。貫禄ね、貫禄は確かにあるね。うん。わかる。
これはあのいっぱい食べないと出ないんですよ、うん、いっぱい食べたら貫禄出ますよ。そういう問題ね、はい、いっぱい出たら出ますよ。マジでいっぱい食べてください。いっぱい夏になってきた。やばい、なんかもういやいつもいつもだからあのほらいつもの尺に慣れてるでしょ。はいはいはい、俺はもう全然もうあのこの間の尺でもう何とかなるから、はいはいはい、で CM 挟まないプラスはもう全部、ね、そうですね、あるからもうあれ、はいはい、なんかこうまあ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 、うん、うん、確かにね、貫禄ね、貫禄なんて難しい。なんか最近なんか大河とかソラとかもなんか大人っぽくなりたいみたいな、貫禄が欲しいみたいなけど、何をして貫禄が出るってことは分かんないからね。いやまあとりあえず体を大きくする。それだけです。なるほど。あとはそういうことらしいよ。なんかこう基本的には何でも知ってるふりするっていう。ああそれ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 ああそれねみたいな感じで。ダメな大人だよ。ダメなやつじゃないかよ。あですよねって。なるほどね。社交辞令覚えろと。なるほど。あともう毎日スーツ着てれば。ああ確かに。貫禄ってでも難しいよねやったらね。俺だって貫禄かけがないからね。そうですね。キャシャっすもんね。キャシャだもんね。だいたいだって一緒にご飯食べたらこっちに会計来るからね。そうですね。大体そうっすね、お前ね。こっちですって言うから。あ、すいませんって言われて。普通の出たーってだもん。100本当に100人近いぐらいそうだな。そうですね。あ、全然何でもちょっとびっくりしたのが、うん、トモニャ店よりニコ生の方が好きで、もう全然店出勤するのやめようかな。いや大体俺もあの自分の席とヘルプの席で感じ違うから、はい、ニコ生の時の方が声張ってるじゃん。なんかこう喋りますよね。なんなんかね、その感なんかさ、そのなんて言うのかな、まあマンツーマンじゃないというか、はいはいはい、まあ、接客だけど接客じゃないみたいな、はい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 、その感じでやっぱまた違うよね、やったら ね、うん、発信してる側としてはね、うん、ですね、うん、確かにナイトチューブ出勤したらいいやん、それいいっすね。いやいや週1っすよ、出なくなるから。週1の1時間で、あの月一の大阪、いやいや最高じゃないですか。か怒られる、怒られるわ。あ、でも店も好きって意見もあるよ。あ、歌舞伎で深夜飲むならどこがいいですか。歌舞伎の深夜、まあまあ場所によるんじゃない、場所に、うん、だいたいあの弥生県か東新宿食堂行ってくれたらだいたいお酒置いてあるから、そうですね、ちょうどいいかな。あとはあの八島ロック、ね、この間ね、矢島ロックすごかったな。矢島ロックすごかったね。矢島ロックは、なんつうんだろうな、結構、だって、いや普通に、まあ、リーズナブル、ご飯美味しい。まあまあ美味しい、なんかレパートリー多いですよね。ああ、確かに。普通に美味しいと思いますし、カラオケもできる。そう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 。VIP 席。VIP 席。居酒屋の VIP 席。居酒屋の VIP 席、壁に穴開いてます。うん、すごかったね。めっちゃ飲んだね。めっちゃ飲みましたね。あれ飲みましたね。でも多分うちの店結構御用達じゃないですか、あれ。確かに。話によるとだって代表とか、あ、なんか行ったりする。たまになんか俺らとかじゃない時にもなんか一個使ったりする。たま、いやでも本当たまにはね、うん、月に一回行くか行かないかぐらいの感じ。そうですね。そんな行かないからもっと久しぶりかな。わかんない。なんかあったらね。いつだかわかんない日になんか代表を両主任、タイが俺、4人でしたっけ ?4 人ですよね。あと、ヨシもいたから。なんかそんな時期あったな。で、5人か4人ぐらいいて、歌舞伎町のゲーセンで、めっちゃ、なんかこう、ゲームが頑張って。あったって、あれ何の日だっけ、なんかあの、イニシャル D やった時だろ。あ、ちょっと、ワンガンミッドナイト。あ、ワンガンミッドナイト。マリオカート、ワンガンミッドナイトやって、全部1位取ったんですよ。全部1位取った。代表がね、なんかもう、俺いけるから言って。そう。やばいで、俺言って。あいつ B やったから。俺すごかったなぁ、お前。で、拗ねて、代表は拗ねて、あの、一人でやる、なんかカプセルみたいな一人でのゲームやって、うわぁ、すげぇ言って一人でやってた。でもあれも楽しそうでしたけどね。あれも楽しそうだった。
あれはね、でもね、ゲームセンター久しぶりに行くと楽しいですね。確かにね、ゲーセンね、はい、ゲーセン行くとでもなんかあのはっちゃけちゃうからダメだわ、はっちゃけちゃうからなんかね、なんかでもゲーセンほんと強いですよね。ゲーセン強いな。ドラゴンボールもめっちゃ強かった。ドラゴンボールめっちゃ好きだから、はい、そうそうそう、うん、まあね、ブログで見た人いるみたいですね。うん、なんか意外とやっぱさ、こう見てくれてる人ってなんか俺らの指名の子じゃなくてもなんか違う子の指名でもなんか見てくれたりとか、はいはいはい、コメントで、まあ、ちょいちょい話聞くんですけどね、はいはいはい、最近なんて おはようって言ったら、あ、ニコ生見たよって言ったら、ほんとニコ生の人みたいな感じになってる。あ、なるほどね。芸能人みたいですね。芸能人だから、いけるかな。全然歌舞伎町の5人の人ですからね。五天王な、五天王のおまけ、四天王のおまけ、五天王で四天王のおまけですけど、もう確かに5なんて、5なんてないからね。あ、そうですね。青いはね、こんな感じです、青いは。それでも今月は、先月ぐらいはまだスターガイズ見てどうこうってあったけど、今月なんかあんまないね。あ、そうなんですか。なかなかね。そうそうそう。うんうんうん、ディオールの缶バッジの人言われてるよ。缶バッジ事件ですか。青いステーション、ありがとうございます。そう、確かね、ディオールのね、看板、あのね、撮影が、ワイプやその撮影があっても、もう本当に時間も全然なくて、で、ジャケットと缶バッジが元々ついてて、はい、今日のね、こう、下が全部自分だったから、上は買って、もう今日このコーディネートでしかないと。はい。じゃあ、とりあえずこれでいいですよって、パッ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 って買ったら、なんか、あれってみたいな値段して、でもまあ、とりあえず払って、領収書見たら缶バッジが6万円だったって。缶バッジ3つで6万円した。いいっすよね。酔っ払ってるやつに1個取りましょうか。いやいや、多分酔っ払って記憶なくてもそれだけは怖かった。ダメやっす。いや、値段見たら絶対、いや、まあね、すごいっすね。時間がなかったからね、時間が。だってあれ、何すかね。あ、初見さんいる、初見さん。おー、今から。量です。量です。うん、いや、お前どうやろ。いや、雑になんだよ、やめて。いや、すごい、すごい。うん、いや、もう、高いね。高い、俺でも高いと思った。高いっすよ。これ、基本的に、だって、何、感覚的には普通の人だから、別になんか、ちょっと近くても歩いたりするからね。うん。うん、タクシー病はね、一昨年ぐらいに克服したんだね。僕もしました。うん。タクシーね、乗るとやっぱ運動もしな、運動というかまあ歩くのもしなくなるしね、うん、今度店で負けたら絶対やめて。もう多分つかなくなる。ジャケットもべしー、腰担当にぶち切れる。いやおめでとう。どっちに LINE するのかな、初見さん。お前やね、うん、で、あれでしょ、匠に行く。いやいや、2人に LINE して、うん、よかったよいう感じになるから、ね、うん、久々にポテチ食べると前はポテチ、そうですね、うん、いやお菓子なあ、まあでもおか俺ね、甘いもんはあんま好きじゃないけどお菓子好きなんでね。あ、そうなんですか。ポテチとかめっちゃ好きよ。いい、うん、取るからあかんすよ。片揚げポテトで。取るからあかんすよ。いや、説得力ありすぎる。ポテチしか食えへんかったっすからね。マジですごいな。だって何年で何キロ太ったんよったら。まあでも、太り出したのは21ぐらいからなんで、21から多分、21の今24。3年 ?2 年か2、3年で20キロぐらいですね、多分。すげえな、もうわけわかんないよ。でも20キロって言ったらもっとボテーってなりますよ。あ、でもそれがならないで、こう。いや、それはまたお前じゃなくてまだ違うから。ならずに、このなんかこう、ちょっと、なんかこう、こう、なんつうか、太ってる人はこうなんですよ。ああ、でも、俺はこうなんで、なんか分かるかな、これ。いや、分かる。いや、それは分かるけど、俺は分かるけど、まあ、こっちが分かるかな。だって言ったらでも、なんか、運動してるからじゃん、まだ。そうですね。サーフィンとかさ、キックとかさ、やってるからさ、まだなってるけどね。やってなかったら、多分本当もう、すごいことなんですよ。すごいですね、ほんま。やばいっすよ、これは。うん、確かに。ちゃんとやってるっすけどね。まあ、でもね、土曜日、プール行こう。行こう。プール。来月は誰が出るかまだ分かりません。代表判断なんでね、大体。今回もね、ともやがあれ、まあまあね、あれだったんで。ともやの体型ストライク。
わ、うん、かるわ。わ、うん、かるわ。俺がとも食いってどういうことなのこれ？なんすか？りょうさんとも食いやんって来てるよ。何のとも食い？え？なんで？ポテトチップス？いやこれ似てるんす。これにりょうさんが似てる。ほら、なんか似てる似てる。絶対ね。似てるか？似てないでしょ。でも似てますよ。それはお前メガネしてるときやろ、お前。ポテトヘッド、ポテトヘッドってやっぱそれは、ふざけんな、これポテトヘッドじゃねえわ。あ、もう4分前。早かったね、やっぱ放送も。早かったですね。早かった、早かった。ちょ、じゃあ、たくみ最後に出る？出ます？たくみ出る？でもたくみずーっと携帯いじって次どこ行きますかって探しますからね。いや、多分コメント一生懸命頑張ってたから。ああ、なるほどね。多分あの、ポテトヘッドってやったらお前やろ。最後じゃないよ。うわ。うん。おぉ。ナイキン側から見る青の朝伝えてあげてや。おいは接客力が高いです。おいよ。おい。テーブルマナーができます。おぉ。はい。イケメンが多い。うん。おい。でも採用レベルは広いです。うん。はい。全国の男子、待ってます。ねえ。ねえ。いやでもね、3人で手振ってて。予定ではあの12月頭ぐらいから、うん、モデル体型のイケメンの子が多分会えるかもしれないですよ。どう、な、何情報？僕がね、一回退入できたと、なんか、連絡してくれるの？あの、連絡してて、ちょっと12月ぐらいからお世話になりたいと思ってるんですよ、みたいな。あ、そうだから。へぇ、いや、なんかすごい、なんかすごい、なんかいい子なんですね。あ、ゲイとかじゃないぞ。ゲイとかじゃないぞ。いや、絶対ゲイ。いや、俺がね、俺、僕はめちゃんとした面ですけど。なんかゲイ、ゲイなんすか？いや、体型的には疲れます。あれ、俺開けたっけ俺。いや、開けてましたよ。絶対開けてない。いや、自分で開けてましたよ。絶対開けてない。いやいや、飲んでください。酔っ払わせ。身長高い。酔っ払わせ。高い。身長高い。そんなないですか。いや、わからんけど。あ、でもなんか。あれも、あれも、確かに。なんか、昔に比べたら高いですよ。うん、いやでも確かになんかその、まあうちの店をいい、わかんないよ。他の店のホストスとか見るけど、うち男前に高いと思うけどな。そうっすね。だから自分の店が可愛がってるかどうかわかんないけど。まあ、ただ貫禄あんのが俺だけかな。うん、あ、貫禄がない。うん、貫禄はやっぱね、食べないと出ないんでね。食べないと。食べないと出ないから。いや、それで全員がお前みたいになったら、訳がわかんないけど、なんだろう。なんか怖いって。開けたら、貫禄がありすぎて。ごちそうさまですよ、ごちそうさまです。ほんとね、はい、1分切りました。いや、ほんとね、今月もまあ よかったね、なんかね。そうですね。やっぱ定時で見てくれてる人と、まあコメントもね、ちょいちょいいただいて、うん、みたいで始まる前から。はい。ありがとうございます。まあ、来月ね、本当誰になるかは分からないですけどね、うん、俺でさえギリギリまで分からなかったから、ね、そうっすね、うん、いないかもしんないですか、来月。いやあ、そうだ、来月ね、クリスマスかクリスマスイブかぶるんでね、それもね、ちょっとどうなるか分からないんで、まあまあ、来ます？来ようかな。見て見て、3体になっちゃいますよ。来ようかな。ずっとこうやってやるから、こうやって。大体トナカイ出てるし、いいじゃないですか。大体トナカイ出てるの。いやいや、それでもなんかわけのわからん感じになるし。また Facebook や、Twitter も、そうですね。はい、ブログも、はい、そうですね。していきますんで。はい、今後とも青いステーション、歌舞伎町ベース見なせ、青いよろしく、またね、バイバイ。Thank you.